こんにちは中間試験前ということで、えー、といくつか質問来ていて答えられなかったのがあるので、えー、と全部答えきれないんですけれどもいくつか答えていきたいというふうに思いますでですね、えー、とまず1つ目なんですけれどもこれあのきちんと説明してなかった部分があるかもしれませんが、えー きちんと TCA サイクルとかね、各反応を追いかけてあの勉強してくれている子があの多いと思うんですけれども、そうやって見ていくうちに、教科書の数字ですね、教科書の図にある数字が合わないというような質問をいただきました。これ例えば具体的に これは送ってきてくれた子がいるんだけれども例えばイソクエン酸からオキソグルタル酸になるところということなんですがここ NAD から NADHH プラスになるとでこの化合物とこの化合物の収支を見ていくと H の数が合わない確かに1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 あれたえー、っと、一個足りてないことになるのか。うん。えー、っと、ちょっと一回、あの、皆さんも追いかけてみてもらえるといいと思うんですけれども、えー、っと、ここに関して、えー、言っておきますと、まあ、一番最初の時にちょっとだけ、一瞬だけ多分喋ったように思うんですが、これ結局ですね、書き方の問題ということになります。何言ってるかというと、この COO、 の部分ですね。COO マイナス。これを COO マイナスと書くのか、COOH と書くのかという書き方の違いで、えー、と基本的にはこれ COOH、COO、OH、CO マイナスは、基本的には10日だというふうに、生物学の、えー、生物の中というか、細胞の中では10日だというふうに考えてもらっていいと思いますが、えー えなんだろう生体内中、細胞内というふうに思ってもらうといいんですが、えー、基本的なカルボキシルキ COOH は、えー、電離している状態になっているということでこの有利した形 c o o になっているというのがメインなんですね、多いんですね。ということで、えー、c o o というふうに書いてあるケースが多くてそして この c o o マイナスがこれがですね例えば還元されるというふうになると例えば CO になったりするとその時にこれ COO でマイナスで書いてあると CO になっても要するにカルボニルの状態になっていても H の数は変化しないんですがここ H でもし仮に書いているとこの分の H がどっか行ってしまうんじゃないかと。 ということで H の数が合わないといいととととうううよななこここが起こってくるということになります何を言ってるかというと、えー、繰り返しになりますが c o o と COH は基本的には同じものだと考えてもらってよくてでそしてその時に足りないあるいは余っている H プラスの部分っていうのは細胞の内液中、まあ、具体的に言うとサイトソルということになると思いますがその中の水分子 などから H プラスの形で自由に出入りできるということなので基本的にはそこの部分はカウントする必要がないということになります。で一方でこの NAD を使った場合例えば酸化する還元するというような場合に出入りするこの H ですね。この H に関しては意味があるということですね。 だから COO マイナスと CO というのはさっき言ったことですけれども、これは等価ではないですよということです。COO マイナスと COH は同じだということですね。 ということで、えっ、ー、と、H の数が合わないということがあったら、ひょっとしたらその部分で、えー、合う合わないが出てくるかもしれません。全部、えっ、ー、と、COH の形で、H 全部つけて、えっ、ー、と、最初から最後まで多分投資で書くと、数が全部合うんではないかというふうに思います。やってみてください。で、これについてはちょっと長くなってしまいましたが、えっ、ー、と、いくつか、えっ、ー、と、これにも関連することですが、 NADH を NAD に参加する触媒酵素の中にデヒドロゲナーゼという呼び名のものがどこかに入っていたと思います。ここ以外にいろいろなところでデヒドロゲナーゼというのがあったと思うんですけれども、これはですね、デヒドロなので H を抜くということで、基本的には酸化を促進する酵素というような解釈で、 いいというふうに言うことができるんですけれどもこれ反応によってはこれ逆反応つまりえ還元の方ね逆向きの反応つまり H を取るんではなくて H を与えるように見える向きの反応の方が優先して進むようなケースもあるということが言えます。えっとこれはだからいろんなバランスによりますよね、え。ー 特にあの、ウルシャトリエの原理とか考えてもらうといいんですけど、反応的にはエネルギー的には起こりにくい反応でも、その前の反応で、えー、とここにちょっと簡単な,なんかあの、えー、反応式を書いておけば、具体的例を書いておけばよかったんですけど、えー、と左側にある物質が前の反応によってどん,どんどんどんいっぱいできてくれば、エネルギー的にその左から右へ行きにくい反応だったとしても、平行的には右に行きやすくなると。 いうことになりますで、えー、っと触媒するということはこれはあの生化学の一番最初のところを思い起こしてもらうといいんですけれどもこういう酵素があって触媒するというのはその時の反応のエネルギー障壁を下げるというような意味合いになることが多いですなのでその反応が生きやすくなるということになりますだから結果的に言うと逆反応で 起こりやすいようなケースでも触媒があるとその反応がさらにきやすくなるということでこれも言ってることが分かりにくくなってきて言葉でずっと言ってると分かりにくくなるんですけれども結論から言うと例えばデヒドロゲナーゼと言ってるものっていうのは H を取る反応を触媒するというふうに主に思ってもいいんだけれども生体内では逆の反応 H を与えるような反応逆向きの反応ね が優先されるというようなケースも起こりうるので、えー、言い方を変えると酸化を促進するというだけではなくて、その場合には還元を促進するような構想として働くというようなケースもありうるということです。まあ、要するに反応自体を。えー 促進させるということは起こるんだけれどもこれは必ずしも左側から右向きに行くような反応だけではなくて右側にできるものが多ければ左側に行く反応の方が進んでいくよということです。まあ、何言っていくかというとだからエネルギー消壁を下げてそして反応自体早く行くようにしてなるべく平行に近づくと。平行に近づけるのを 助けるのが基本的な酵素の役割、触媒の役割だということになります。ただ、一見一つの酵素反応に見えるように見えて、例えば、実はその間のステップが何段階にも分かれている。例えば、 回答系と等申請のと等のころもそうですよねだそういうところは現実的には逆反応というのが非常に起こりにくくなっていたりそれからあと生態系の中ではそのできたものが常に非常にこうディマンドが大きくてできたそこからすぐになくなってしまうというようなものがそういうような反応があればその反応っていうのは右の方向というかそのある ニーズの大きいリマンドの大きい化合物ができるような方向にしか現実的にはいかないというようなこともあったりしますでその辺りがだから普通の化学反応と酵素を使った生体内での反応の違いというふうに言うことができると思います次の質問に行きますけれども 最後ね、これね、えっと、NADH, FADH2 から ATP が何モル合成されるかという部分、これは電子伝達系の話ということになると思うんですけれども、これはあの、まあ、皆さん高校生の知識でもある程度知ってる通り、F0F1ATPS というものを使って、ATP を分解して、イオンを動かすというのの逆の反応、H の 濃度そして電気的な勾配のエネルギーを使ってそして ATP のーリン分解酵素 ATPAS を逆回するような形で ATP を合成するんでしたその結果としてここの部分っていうのは要するに化学的な一対一で何かを物を作るみたいなこういう、えー 反,反応量論的な数字というのが、そこは成り立たないということになるということですね。だから、1モルのものから何モルできますよっていうふうに、普通の化学反応ではきっちり決まってるわけですけれども、そこの部分の遊びが一つあるということ。それから、あともう一つはですね、この話、えっ、ー、と、入れたかな。えー と少し前のことなのでちょっと忘れてしまいましたが UCP の話はしたかもしれませんねしてなかったかもしれませんえー、っとこの、えー、これもちょっと絵を描いておけばよかったんですが、えー、ミトコンドリアのところの膜の境に H の濃度勾配あるいはえと電気的な勾配を作るというようなことが行われてそしてそのエネルギーを使って ATPS を動かすとそれで ATP を合成するんだというのが電子伝達系の ATP を合成するという観点から見たエネルギーの酸性ですでこれ絵描かないで描く絵描かない説明口で説明すると分かりにくいんですけれどもこれはうまくその濃度勾配を使って ATP を作る場合ですところがそこには ATP の合成をしないで エネルギーを無駄に、せっかく作った濃度勾配を無駄にして、イオンの流れを使って、それを ATP の合成ではなくて、熱にしてしまうという分子。これ、えーと、アンカップリングプロテインというふうに、UCP というものですね。こういうようなものが、ミトコンドリアの一部の、えー、細胞の中にはあります。 これがあれば要するにせっかく作ったエネルギーの勾配を無駄にして ATP を合成せずに熱にしちゃうよっていうそういうようなまあ,ある意味無駄遣い酵素ということになるんですけれどもこの量とかによっても相対的に ATP がどれだけ合成されるかっていうのが変わってくるわけです例えば寒いところとかにずっといるとこの UCP の観点から言うと おそらく寒いところにいるときには UCP の発現量を上げることによって熱産生を増やそうというホメオスタシスが働くということで結果的にこの NADH や FADH2 できたものから ATP が合成される量っていうのは減ることになりますそれはさっき言った UCP でエネルギーが一部無駄遣いされるからということになりますでその一 一方で、おそらく、えー、っと ATP を合成する側は、急熱の反応になると思うので、えーっと、この観点からもそうですね、急熱になるということは、温度が低ければ低いほど、F0F1ATPS によって起こる ATP の合成反応っていうのも不利な方向に働くと考えられるわけです。 ですので、寒いところにいるとおそらく ATP の合成されるモール数っていうのは同じ NADH の数よりも数からできるものとしては減ってしまうというようなことが起こります。これはおそらく温度以外も様々な環境の変化によってこういうような量が変化するということで、ある意味バイオロジカルな合成に 合合成成によって行われる ATP のだだからともう完全に化学反応だけでいくんであれば基本的にはモル比というのはスピードは変わるかもしれないけれどもモル比というのは変わらないはずですよねでその辺りが、まあ、ミトコンドリアによる ATP 合成の大きな特徴にもなっているというふうに言うことができるかと思いますそれからあとえー、っと、まあ、なるべく英語で書けるようになってほしいというふうに思って って言いますカタカナや漢字で覚えてもいいかどうかということなんですができれば英語でなるべく書けてほしいんですがカタカナや漢字で書いてもらっても、まあ、構わないといえば構わないです。将来どれだけその ここで覚えたことが生きるかということの違いなので、まあ、試験対策だけということであれば、カタカナや漢字で書いたからといってバにするということはありませんが、ぜひ、えっと、これはもうだいぶ前に一生懸命喋ったんですが、あの、世界の共通言語、残念ながら今英語です。そして、カタカナの日本人が覚える、あの、 発音の表記というのは主にドイツ語の影響を受けているというちょっと歴史的な経緯がありましてえとまあキナーゼってもちろん日本では非常にこうキナーゼという発音でえ通ってるわけですけれども海外行くと多分キナーゼと言ってもほとんど通じないんですねこれねカイネースって英語読みの方が標準ですでそれ以外のものに関しても例えばアミノ酸の名前とかでもえほとんど日本人が全然知らないで アミノ酸をいくら英語っぽく発音しても多分海外ではほとんどのアミノ酸通じ通用しません。というちょっと残念なことがあるので、えー、とぜひ英語に少しずつ慣れるようにしてほしいとは思っています。 ということで、えー、っと試験対策用にはあのに、もちろん日本語で書いてもらってもいいと思うんですけど、これ、カタカナで書くと、やっぱり表記もね、揺れますしね、どの綴りで、カタカナの綴りで書くのが正しいのかって、そりゃ、カタカナで書けないような発音のものを書いてるわけだから、いろんな書く人によって、カタカナの表記は揺らぎますよね。アルファベットで書けば、まあ、これももちろん、ものによっては、 どの言語で書くのかっていうことによってちょっと違いはありますけれども、まあ、英語で書けば基本的には、まあ、イギリス英語やアメリカ英語の違いは若干出るかもしれませんけれどもほとんどのものについては狂気が1種類になるということですということで、えー、なるべく英語で、えー、勉強した方があ,のあなたたちのためになるんじゃないかなという考える次第ですそれから、えー こっちかから先行きましょうか核内状態の話で N 末から C 末まで書いた時っていうのはおそらく一次構造をどっかで説明した時の話ではないかというふうに思います。これは核内状態に限らずなんですがタンパク質酵素の場合 もちろんサブユニットがいくつか集まって1、えー、つの酵素として働いているというケースは少なくありませんけれどもそれぞれのペプチドの鎖というのは基本的には、えー、N 末から C 末までっていうふうによく言いますけれどもアミノ酸が1つ1つつながってできているということになりますね。そして、えー タンパク質あるいはペプチドを書く時のルールとしては左側に N 末を書く右側に C 末を書くというルールがあるというふうに生、えー、化学の一番最初の授業でやってるんじゃないかというふうに思います。ということで、えー、この核内受容体の、まあ、遺伝子の、えー、産物 まあ実際にはこれ、拡内状態ということになるんですけれども、このタンパク質の一次構造を左側に N 末で、右側に C 末というふうにして書いた場合ということをえと言っているということなんですね。えっと、これも、あの、口で言っているとなかなか、あの、このイメージがつかない子に伝わらないかもしれないんですけれども、これは教科書とかにもよくあると思うんですね。あの、生化学系の教科書。 細胞生物学の教科書とかにもいくつか出てると思うんですけれどもタンパク質の機能それぞれこうドメイン構造といって酵素のうちの例えば N 末に近い部分に例えば触媒の機能がありますよ DNA と結合するのは真ん中ら辺ですよとか 細胞の表面に、例えば細胞に突き刺さってるような酵素であると、細胞の表面に出てるのは C 末側ですよ、N 末側ですよ、なんていうようなことを言ったりするということがあるんですけれども、論文とか教科書とかで、この一次構造を書いて、どの辺りがどういうふうになってるのかっていう説明をするときに、左側に N 末、右側に C 末になるように、1本差の、えー その配列構想ですね。構想を、まあ、模式図的にこう長い四角というかテープ状の、ね、形で書くというのが一般的にやられているということで、えーと、そのことを言っています。この口での説明で分かってもらえたでしょうかね。 それからですね次の質問いきましょうか、えー、IP3 の状態からカルシウムイオンが出ていくと消耗体内部のカルシウムイオンの度が上がるというふうに言ってるんですけれども、えー、とひょっとしたら、えー、確認してないんですけれども万一、えー、私がちょっと口を滑らせて喋り間違えてるかもしれないんですが、えー、IP3 の受容体に IP3 が 結合すると小胞体の内部からカルシウムのイオンがサイトゾルに出てくるとその結果として小胞体内部ではなくてサイトゾル細胞室内のカルシウムのイオンが上がるというのが一般的な話ですえー、っとこれちょっと全然違うえー、っと話ではあるんですがもう少し細かい構造をあの利権の 三越先生たちがなんかあの、えー、明らかにしましたよというプレスリリースの写真写真というか A から、えー、これもらってきてそのままもらってきてるんですけど、まあ、PLC が働いてまあ樹刺激があって。 GQ、えー、が働いて,、えー、て PLC が働いて、えー、PIP2 が分解されてダイアシルグリセロールジアシルグリセロール DG ですねこっちは PKC の方のシグナルを動かす一方この反対側、えー、IP3 の部分っていうのはこれは ある意味セカンドメッセンジャー的に働いてそして処方体の膜上にあるというふうに言われている IP3 の受容体というこれかなり大きな分子なんですがこれに結合するとこれが結合するとこれは細胞膜の表面にあるものとはちょっと違うんですけどそのタイプのイオンチャンネルの、えー、受容体に少し似ていて IP3 がくっつくとカルシウムチャンネルが開くと。 いう,ふうに大雑把には捉えててもらっいいいと思います。そして、えー、と細胞内には基本的にはサイトゾルの中にはカルシウムのイオンというのは非常に低いレベルに抑え込まれてるんでしたね。 でえーっとまあ、もちろん細胞外の方が普通はカルシウムレベルが高いしそして細胞内のカルシウムはどういうふうになっているかというと、えー、例えば、まあ、主なものとしてはこの小胞体ですねこの小胞体の膜の中に閉じ込められているというようなことになりますそして例えば IP3 リセプターのように必要な時だけ カルシウムのチャンネルが開いてそうすると非常にカルシウムレベルが低いところから急激にカルシウムが上がるということである意味スイッチの役割を果たすことができるということですなのでカルシウムのセンサー分子っていうのはいっぱいあるんですけれどもカルシウムセンサー分子が細胞の中にあればこのように非常に低いレベルから急激に上がるというカルシウムの変化 カルシウムイオンの変化をキャッチしてそしてさらに下へ下流へシグナルを伝えたりあるいはカルシウムが働くと、まあ、これよくあるのはこう細胞にこう分泌するっていうね内分泌とか神経内分泌みたいなものが細胞の外へこう分泌されるっていう時によくあるんですけれどもそういうような機能役割を果たすというようなことが起こったりします。 ということで、カルシウムに関しては基本的には消耗体の中に押し込められていて IP3 が結合するきっかけでカルシウムのチャンネルが開いてそしてサイトソルでカルシウムが放出されるんだというふうに大ざっぱに思ってもらったらいいというふうに思います。ということで、これ完全に全部ではないんですが以上、主な質問について回答していきました。 別途連絡を入れますけれども、えー、中間試験の対策というか、まあ、えー、しっかり学習をしてもらうといいと思います。大事なことを結構やってますんでね。そして、えー、とこのあたり、ちょっとシグナルのとこ、少し、えー、いろんな話が、えー、雑多に入っていて、そして、まあ、今までの当代者の話と急に変わったので、えー、とちょっとよくわかんなかったという人も少し見られたようなんですけれども、まあ、この手の話、 他の科目でも何度も繰り返し出てくることではありますので、ぜひあの一旦、ちょっと分かりにくいところがあったかもしれませんけれども、全体をよく見通しておいてもらいたいというふうに考えています。ということで、質問に回答する動画といいますか、質問回答メッセージ。 につきましては、えっ、ー、と、これで終了です。えっ、ー、と、終わりにします。えー、試験対策というか、まあ、勉強の方頑張ってやってください。以上です。